どうも、アビヤマハチコです。どうも、レイムです。今回は J1 リーグ第28節、ガンバ大阪戦について語ります。結果は、はい、引き分け。そろそろ勝ち点3が欲しいところでしたがドロー。感想は？とってもポジティブ。当然勝ちたかったが、これまで終盤の失点で、勝ち点3どころか勝ち点1も逃した試合が続いたことを考えると、アウェイで勝ち点1ゲットという結果は悪くない。なるほど、確かに。それに、私はこのガンバ戦、嫌な予感がしていた。前回対戦では勝っているが、しかし勝てたのはザヘディの理不尽砲が発動されたおかげ。前半途中のボール保持率では21対79と、前節の新潟戦並みにボールが奪えない状態だった。確かに、前節みたいな展開をまた見せられると、かなりきつかったわね。そう、前節に限らず大体ハマらない時は、両サイドバックの位置とボランチの前方の位置で人が噛み合わない現象が起こることが多い。またハマらなそうだな、と。うむ、だから前節、一時守備がハマりかけた、4-2-3-1、をやってみてはくれないかと思っていた。しかし、多分やらないだろうなと思っていたら、なんと。スタートから4-4-2、できたわね。そうだな、もともと長谷部監督は4バックと3バックと併用すると言ってきたから。いつかはやるだろう、と思っていたけれど、ここでやってきた。しかも、前線の一角を岩崎に任せることで、前からしっかりプレスをかけつつ、ボランチの前方のスペースもしっかりケアできるような仕組みを作ってきた。これで、ここ数試合と比べると、随分と守備が落ち着いてきた印象だった。しかも、この岩崎の腰の落とし方。まるでバスケのディフェンスのようだ。どの方向にボールを動かされたって対応してみせる、という覚悟が感じられる。確かに、それでは簡単にスタメンと前半のスタッツを見ておきましょう。前節から少しメンバーを変えてきた。池田を初めて使ってきて、左サイドバックに起用してきた。ボランチには、松岡に変えて茂みを起用。サイドハーフには右に今野と左に前島。そしてツートップにザヘディと岩崎。ベンチも定番のメンバーだが、佐藤がいないのが気になる。怪我とかでなければいいのだが。スタッツを見てみれば、ボール支配率は 34% と。ボールは相手に持たれているが、シュート数、枠内シュート数ともに相手とほぼ変わらない。という悪くない数字。そうだな、悪くない。きっちり得点もできているし悪くない前半だった。立ち上がり、スイッチ役の岩崎のスプリントを合図に。二人目、三人目が連動して相手の進路を塞いでいく。久しぶりに見ていてストレスのない守備だった。いい守備で入れたことで、ゲームは一進一退の中、20分。今野が三人に囲まれながら突破にかかる。ペナルティエリアに入ったところで相手の手がかかって PK。この PK を今野自身がきっちり決めて先制。先制できたのはかなり大きい、と思っていたら、あっという間に失点。ニアサイドに入られて、ザヘディの前でうまく合わせられた。得点した直後の失点というのが悔やまれる。しかし、ペースを相手に譲ることなく再び得点。ショートコーナーの流れから前広がクロス。ゴール前で宮が合わせて再びリード。いやー、綺麗なゴールだった。得点はセットプレイ絡みだったけれど、流れの中からも良い攻撃はあったわよね。そうだな、今野から一発でザヘディを狙うクロスは惜しかったし。何度か相手のサイドバックが上がったスペースを意識的に使えたシーンもあった。さらに、ロングボールだけでなく、ザヘディがライン間でボールを受けて攻撃を開始するなど、これまでとは違うポジティブな面がいくつも見られた。なるほど、これもやっぱりシステム変更が原因なのかしら？そうだな、やはり 4-4-2 にして守備がぐっとコンパクトになった。全体をコンパクトに維持して、本来やりたかったできるだけ高い位置でボールを奪って速い攻撃を仕掛ける。実際に中盤でボールを奪取する割合も増えて、どん底だったここ数試合よりはずっと、守備から攻撃の切り替えがスムーズになった気がする。なるほど、そんな流れで前半は1点リードで折り返し。後半のスタッツを見てみましょう。保持率は増えたけど、相手のシュート数がこちらの倍近くに増えた。見ていた印象としても、後半は相手に押されていた感じだった。そうだな、後半は相手の時間帯が増えた感じだが、その分、オープンな展開になってボールを持つ時間が増えた感じだ。そんな後半開始早々に失点。これはもう井上の対応に問題があったと言わざるを得ない。相手の助っ人外国人、宇佐美、とかいう選手が厄介な選手であることは分かっていたこと。そういう選手相手に、井上が不用意に飛び込んで、宇佐美に顔を上げさせてしまう。余裕を持って蹴らせれば、ピンポイントのパスが飛ぶ。ゴール前の守備に全く問題がなかったわけではないが、余裕を持ってクロスを上げられたのが何より問題だった。失点以降も危ないシーンはいくつかあったけど、こちらの攻撃も悪くなかった。そうだな、J1
手数をかけずにシンプルに早いタイミングで小田からのクロス。これにウェリントンが合わせるが、うまくヒットせず。大体勝つときはこういうのが決まる。相手が準備できていない段階でサクッと点を取ってしまう、こういうチャンスをものにしたかった。さらに、この日はザヘディだけでなく、ウェリントンもライン間に落ちてきて、うまくボールをもらって、攻撃の起点になっていた。この辺はチームとしてイメージを共有できていたのかもしれない。他にも、コンパクトな守備から、選手間の良い距離を生かした攻撃が複数回見られた。ただ一つ残念だったのは、解説員も言っていたが、試合終盤、宮城はサイドでボールを受けたらとにかくウェリントンめがけてクロスを上げて欲しかった。自信がないのか？近くの選手に渡す場面が多く、残念だった。頼むぞ宮、なんとかボックス内に放り込んでくれ。そんな宮も自説は有給、代わりになれそうな池田の状態は不明。なんか人手が足りなそうな匂いがプンプンするが、とにかく池田が無事であることを願います。というわけで、ハチコデベロスポルトのコーナー。村上、6。2失点ながら、どちらもキーパーはほぼノーチャンスだった。相手との接触を恐れず前に出ていく姿勢など、積極性は光った。亀川、6。何度も対面のファンアラーの相手にファウルを取られたが、決定的な仕事はさせなかった。攻撃面でもう一つ目立つ仕事を期待したかった。田代、6。2失点目は彼がマークについていなければならなかったかもしれないが、難しい場面だった。この失点以外の場面では、ディフェンスラインの中央で味方を使いながら、最後の最後で体を張った。宮、6.5。得点はさすが、ポジショニングも体の強さを生かしたヘディングも素晴らしかった。ただ、もう少しファウルをしないで相手を止めてほしい。そして攻撃面でも、クロスを上げられるシーンで細かいパスを選択するなどあり、もう少し思い切りが欲しい。池田、評価なし。前島、6.5。豊富な運動量と高い判断力で相手左サイドからの攻撃をうまく封じた。攻撃でも目立たないが堅実な技術でキープし、ボールの落ち着き場所になっていた。地味だが存在感の大きさを感じさせるプレイぶりだった。前、6.5。システム変更により積極的に前に出れるようになり、相手ボランチを自由にさせなかった。精度の高いボールでアシスト下に得点目はさすがだった。茂み、6。精力的に動き回って守備での貢献度は高かったが、奪った後のイージーなパスミスが目についた。今野、6.5。先制点は他の誰にもできない、彼らしいドリブル突破からだった。守備から攻撃の切り替えでも、うまくファウルをもらって時間を作るなど、貢献度は大。ザヘディ、6。2トップになったことと相方が岩崎だったことで、役割がシンプルになり、やりやすそうだった。ライン間でボールを受けて前を向くシーンがこれまでよりも増えたのは良い。岩崎、7。攻撃での見せ場はほとんどなかったが、このシステムを成立させたのは間違いなく彼だった。プレスのスイッチ役となり、次の瞬間にはライン間のチェックに回るなど、複数のタスクを器用に90分こなした。途中出場、井上、5.5。2失点目の場面での飛び込みは不用意だった。この場面に限らず、ところどころ軽いプレイが気になった。途中出場、ウェリントン、6。運動量だけでなく、守備でのうまさも見せた。攻撃でもライン間で受けるなどしてリードした。途中出場、小田、6.5。ウェリントンのシュートにつながる早めのクロスなど、特徴を出した。途中出場、松岡、6.5。守備はもちろん、長い距離をドリブルで持ち上がるなど、しっかり役割を果たした。途中出場、金森、評価なし。というわけで、恒例の順位チェック。勝てはしなかったものの、なんとか掴み取った勝ち点1が効いています。順位が上がりました。真ん中あたりをうろうろしている我が軍を含むいくつかのチームが、仲良く足踏みしているわけですが、下からの突き上げがすごい。16位の柏でも33ポイント、ちょっと連敗が続けば一気に残留争いに参戦だ。確かに、そういうことも覚悟しておいた方がいいわね。だが、大事なのはポジティブな気持ち。決して後ろ向きになってはダメだ。いいこと言うわね。いつも笑顔で誰かとコミュニケーションを取ること。選手、監督、我々ファンも、前向きに生きるためにコミュ力こそが最も大事だ。そこで私はお手本にすべき人物を紹介したい。おう、一体誰？それはミスター、ウェリントン。彼はすごい。なんせピッチに入るところから、もうすでに笑顔。
敵チームのコーチにも、よう兄弟、そんな硬い顔すんなよ、的なことを話しかけてそう。振られてコーチの表情も柔らかくなる。厳しいマークの相手選手にも笑顔で対応。中田兄、そんな顔すんなって。中田兄、敵同士だけどお互いスマイルが大事だぜ、と異常なコミュ力。さらに、敵チームとはいえ若手選手にはしっかりと厳しいアドバイス。なあ鈴木、お前本当にわかっているのか？自分の役割をしっかり理解しているか？お前がマークすべきは。俺か？それとも、マイフレンド、第一か？あなたです。俺？お前正気か？お前がマークすべきなのは、第一だろ。間違えるな、いいな。と、愛ある言葉をプレゼント。やはり若者を生に導く年長者は美しくねえよ。最後のはどう見てもカツアゲだろ。それに中田兄はどう見てもヤバい奴に捕まった。って顔だし。そもそも鈴木選手は27歳で若手じゃない。ハチコが何でもかんでも都合よく脳内変換しだしたので今回は終わるよ。試合の感想、選手に対する評価をコメント欄で教えてください。高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた。